犯人はお前だ。何してんの？なんだよ、いるなら言えよ。誰だよこいつ。今日振り返る未解決事件の犯人像だ。事件？この狐目の男のモンタージュで知られるグリコ森永事件だよ。実は今年世間を騒がせた尼崎事件の主犯格の弟がこの事件で事情聴取されていたんだ。え？しかも2つの事件は共通点がある。わかるか？そう言われてもグリコ森永事件なんてよく知らないし。じゃあ教えてやろう。日本中を恐怖に陥れたグリコ森永事件の全容をな。1984年3月18日。すごいじゃない。それでね。どけ、この野郎。なんだお前らは。話せ、やめろ。あなた。どこへ連れて行く気だ。連れてかれちゃった。これが事件の幕開けだ。犯人グループは江崎グリコ社長を誘拐し、身代金として現金10億円と金塊100キロを要求。10億円？それに金塊100キロって運ぶの難しいんじゃない？そこが謎なんだ。犯人グループはどこまで本気だったのか。結局身代金の受け渡し場所には誰も現れず、事件は3日後急展開を迎えるぞ。3月21日。はい。何？社長が見つかっただと？江崎社長は裸足で大阪貨物ターミナル駅を歩いていたところを保護される。相川沿いの倉庫に閉じ込められていました。隙を見て逃げてきたんです。犯人の顔は見ましたか？いえ、覆面をしていたので。そうですか。社長見つかってよかったじゃん。身代金も払わずに済んだしラッキーだね。甘いな。犯人グループの執拗な脅迫はここからが始まりなんだ。4月2日。あら、何かしら。はい。ああ、江崎さん、どうも。え、何ですって。江崎家に届けられた一通の封筒、その中には新たな脅迫状が入っていたんです。これですね。6000万用意し、日曜日の午後7時喫茶店で指示を待てか。要求に応じるべきでしょうか？いえ、あまり簡単に応じると要求がエスカレートすることもあります。それにこれはチャンスかもしれません。チャンス？喫茶店に捜査員を張り込ませておけば。そうか、犯人を捕まえられるかもしれませんね。あったもいい。これで犯人もおしまいだね。いや、まだだ。犯人グループはまたしても受け渡し場所に現れなかったんだからな。なんだよそれ。お金受け取らなきゃ脅迫の意味ないじゃん。いざとなるとビビって出てこれなくなったのかな。いや違うな。おそらく犯人グループの目的は最初から警察を振り回すことだったんだ。4月8日。警部、江崎社長から手紙が届いてますよ。手紙？確かに江崎社長の名前だが、なぜわざわざ手紙で連絡してくるんだ。そう、これは犯人からの挑戦状だ。ちなみに同じ手紙がマスコミにも送られたぞ。犯人の奴ら大胆なことしやがるな。こんなのはほんの序の口だ。犯行はさらにエスカレートしていくぞ。4月10日、グリコ本社。なんだ、まだ残業している人がいたのか。火事だ。放火によりグリコ本社公務部試作室が全焼。なんてことだ。はい、江崎ですが。お前知ってやろ。何が思い知ってやろうだ。一方的に因縁つけてるだけだろうが。落ち着きゃいいね。犯人はこの後も何度も脅迫を重ねていくんだ。そしてついにグリコ製品に生産を入れると脅し始めた。この情報を受けて大手スーパーは一斉にグリコ製品を撤去。グリコは大変な損害を被ることになったんだ。警察は何やってんだよ。いろいろと策は練ってるぞ。この後また事件は動くからな。5月30日。また犯人からの脅迫状だ。6月2日午後8時、レストランの駐車場に3億円積んだ白い車を置け。今度こそ犯人を捕まえるぞ。早速白い車を手配してくれ。要求通りにするんですか？ねえ、ただし罠を仕掛けるんだ。6月2日、警察は犯人の要求通り3億円積んだ白い車を用意し、周辺には大勢の捜査員が張り込んだ。今度こそ犯人は現れますかね。おい、見ろ、犯人だ。
乗り込んだ。追いかけましょう。まあ落ち着け。犯人の車が止まった。ある程度走ったらエンストするように警察が細工してたんだな。なるほど、これでついに犯人の一味を捕まえたね。おとなしくしろ。違う、やめてくれ。俺は違うんや。俺は犯人じゃない。彼女を人質に取られたんや。どういうことだ。3人組の男に襲われて、言う通りにしないと彼女を殺すって何だと。俺が後の寝屋川アベック襲撃事件と呼ばれる一件だ。あの人犯人じゃないの。その通り。犯人グループはたまたま路上に車を止めていたカップルを襲い、無理やり受け取り役をやらせたんだ。ってことはまた警察の作戦は失敗かよ。だな。あ、でもさ、犯人側だって結局お金受け取れなかったんだから、引き分けってとこなのかな。どうかな。本当は犯人たちは金を手にしてたのかもしれない。ん？どういうこと？6月26日、警部、犯人から手紙です。またか。グリコ狙うのもうやめとる。それは突然の休戦宣言だった。わしらにも子供がいてグリコ欲しい言うて泣いとる。うまいもんなくなったらわしらも困る。じゃあ最初からこんな事件起こさなきゃいいだろうが。つーか、グリコのお菓子食べられなくなったら私も泣くわ。俺も。だがこの手紙は建前かもしれないぞ。巷ではこんな噂が流れたからな。グリコは犯人と裏取引をした。まああくまでただの噂だけどな。ふーん、まあどっちにしろ事件が終わったんならよかったけど。アホ、事件は終わってない。まだ森永出てきてないだろう。くそ、アホにアホ呼ばわりされるとなんか腹立つな。犯人はこの頃丸大食品への脅迫を始める。え、グリコと森永だけじゃないの。そうだ、富士屋やハウス食品もターゲットにされるぞ。丸大食品と犯人との取引は電車の中で行われたんだが、この時初めてあの人物が目撃されるんだ。6月28日、20時19分、高津駅から京都行き各駅に乗り、窓の外に白い旗が見えたら金が入ったバッグを外に投げろ。白い旗だと？くそ、雨で外なんか全然見えないじゃないか。あっちゃ、雨か。偶然だろうが、警察にとっては運が悪かったな。結局警察は旗を見つけられないまま電車は京都に到着。ちくしょう、仕方ない、高津駅に戻るか。こいつは京都駅で捜査官の横に腰掛けた男。なぜだろう、初対面のはずなのにそんな気がしない。それにこいつ俺の後についてきてるような。高津駅、あいつどこ行った。あ、おい、大丈夫か。あ、警部大丈夫です。一瞬のうちに男は雑踏の中に紛れていなくなっていました。お前、その男の顔は覚えているか。はい、なんていうかその狐目の男って感じでした。その後犯人グループはさらに犯行を重ねて、9月にはついに森永製菓を脅迫。この時実際に生産入りの菓子があちこちのスーパーで発見されてるんだ。そして11月にはハウス食品への脅迫が始まり、警察は再び犯人との取引のため現金を積んだ車を用意していた。場所はここで間違いないんだろうな。はい、大津サービスエリア駐車場の看板の裏を見ろと書いてあります。看板か。警部、あそこ狐目の男です。逃げたぞ、追いかけるんだ。はい。しかし結局キツネ目の男にはまた逃げられてしまうんだ。やれやれ。そして同日、巡回中のパトカーが不審な白い車を見かけるが、そちらも取り逃してしまう。はぁ、何やってんだよ警察。怒るなよ。警察は当時世間からも激しいバッシングを浴びたんだ。その結果責任を感じた県警の本部長が翌年昇進自殺してしまう。え、何もそこまでしなくても。それだけこの事件と真剣に向き合ってたということだ。1985年8月12日、事件は突如終わりを迎える。食い物の会社いびるの、もうやめや。犯行終結の理由は亡くなった本部長に対する香典代わりというものだった。狐目の男もそのままプツリと姿を消してしまい、事件は完全に収束する。犯人をめぐっては当時様々な説が流れた。暴力団関与説、株価操作説、北朝鮮犯行説。だが結局どれもただの推測に過ぎず、真相は闇の中となってしまった。あー、なんか後味の悪い結末。未解決事件なんて、そんなもんだろう。
当時の子供たちは事件の間好きなお菓子が食べられなくて辛かったろうな。あ、そうか。今まで考えたこともなかったけど、当たり前のようにお菓子が買えて安心して食べられるってすごくありがたいことなんだな。その通りだ。感謝して食えよ、青。あ、ちょっと、それ最後の一個大事に取っといたのに。なんだよ、また買えばいいだろ。ケチか、お前は。返せよ、アフロ。今すぐ原型で吐き出せ。できるか。2000年2月13日、一連の事件はすべて時効を迎えた。